リディア・ゲーレル・テハダは、ボリビア暫定大統領。ボリビア初の女性元首であり、米州全体では二人目となっている。ゲーレルは、ドイツ人移民のモイセス・ゲーレル・クルネベルトと、ボリビア人のラケル・テハダ・アルボルノスの娘として、コチャバンバで生まれた。会計士となるための教育を受けた。1940年代に、民族革命運動党に入党した。 1952年の革命で民族革命運動党が権力の座を勝ち取るとゲーレルは多民族立法議会の議員になった。1964年アルフレッド・オバンド・カンディアトレネ・バリエントス・ウルトゥーニョによる1964年ボリビア軍事クルデターで民族革命運動党が与党から引きずり下ろされるとゲーレルも外国に逃亡以降15年間帰国しなかった。 同時期にファン、不安で鎮をンドの民族左翼革命党に入党した。革命左翼戦線では副総裁に就任した。1979年に、ボリビアに帰国すると、ゲレルは、議会選挙に出馬、元大統領ビクトルパスエステンソロと連携して、会員の議長に選出された。1979年ボリビア総選挙で過半数を、 得た、大統領候補がいなかったため、大統領当選者の決定権が議会に委ねられた。しかし、何度投票しても結論が出ず、代わりに、元上院議長、ワルター・ゲバラ博士が1980年の再選挙を行うための暫定大統領に就任した。ゲバラは、直後に、アルベルト・ナトシュによる、諸政人の虐殺という軍事クーデターで敗位された。 しかし、フアン・レジンのボリビア労働者中央本部が全国ゼネストを呼びかけたため、ナトゥシュは権力の座に16日間しか止まれず、メンツを保つために議会からゲバラを再任させないと情報させただけだった。上記の条件が受け入れられ、当時会議長だったリディアゲーレル率いる臨時政府が成立した。彼女は1980年ボリビア総選挙を行った。しかし、 選挙の当選者が議員に就任する前にゲーレルがルイスガルシアメサ将軍率いる右翼軍部クーデターで配位された。ゲーレルは出国してフランスに向かい1982年に独裁政権が倒れるまでフランスに止まった。以降は主に外交分野で活躍中コロンビア大使、中西ドイツ大使、中ベネズエラ大使を歴任した。 1990年代中期に公的生活から引退した。ゲーレルは、ボリビアにおける多くのフェミニスト組織と関連を持った。彼女はアメリカが講演した、麻薬戦争、特に、プランコロンビアに反対した。著作に1960年のラムヘール、ワイラレボルシオンと2000年のジデンミパシオンで、リーダーレザがある。2009年6月、人権財団のボリビアにおける、 名誉会長に就任した。長い闘病生活の後、2011年5月9日にラパスで死去した。ありがとうございます。